Yo guys, Banana here, and welcome to yet another episode of Final Fantasy XV. We left with at the very end of the tomb, where we got our next weapon. If you haven't watched the previous episode, feel free. Should be in the annotations or and the descriptions. I'll give a link to the video, so if you want to catch up. It's the fourth episode now. I hope you liked it. If you do, please subscribe. And if you have any suggestions, leave a comment down below. And if you like it, give a thumbs up. It always helps, guys. So far, I get a really, really incredible feedback. Getting more and more views. It always helps the channel. We're still young. And we'll still learn. So if you have any suggestions, just drop a comment down below, and I'll do my best to improve. We'll be either continuing with the story now, or try to the first summon. I don't know how well that will go. I'm still low level, so stay tuned, and we'll see what happens. Okay, let's just jump into the game. Okay, here we go. Same place where we left it last time. So they said that. Okay, so I have the visions. And they lead me over here, so I may as well just go over there. I don't know where else I could go at the moment. Or I'll be just passing through this. I may do this, make a stop, and then continue further down. Let's do that. Although it's the cabled one, so what level are they? Okay. Okay, no. Bye bye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 . Yeah. I'm being out leveled. That's not good. Seriously? Jesus Christ. Okay, I can kill them quite easily, probably. Depends on the level they are. Yeah, easily. Okay, I didn't want to do that. Honestly, I didn't want to do that. Sorry, guys. Sorry, 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 sorry. Whew. It wasn't my fault. What the hell? Alright, let's continue. Beautiful. Hey, just cross the road. Okay, maybe not so easy. Yeah.
ください。いただいた情報が役立った。さようでございますか。大丈夫？どうしたの？エリス、心配すんな。展望公園からカーテスの大皿が見えたよな。うん、望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ、痛みがそこと関係しているなら何かわかるかもしれない。 Yes, the game made a decision for me. Never mind. We're gonna get our first summon, I guess.昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいの？それ会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。俺か。行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ。じゃあそれで。俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んだよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車はレガリアだっけ？2台でドライブもいいな。いいね。そうしよう。準備できた？じゃあ運転手は俺が指名しよう。君がいいね。分かったよ。じゃあ君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。言っておくけど競争じゃないよ。ちゃんと俺の後についてきて。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとくれんでも。
俺の愛車にぶつけないように。いちいちうるさいな。早く行けよ。ではどうぞ。安全運転で。ガーディナでもあったけどさ、旅行でもしてんのかな。俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃごきげんよう。できれば二度と会いたくない。あ、すっごい嫌ってるね。あの人って神話に詳しいのかな。結構知ってる感じだよな。先に行けばいいのか。封鎖までして何してやがるんだが。遺跡か。場所にあるとは。お力を借りてかねえとな、王子。ああ、そうだな。道がある。先行ってるわ。降りられる場所探せ。分かった、俺たちも進んでみる。無理はするな。ああ、え、どっから行くの。勝手に突き進むんじゃねえぞ。しっかりついてこいよ。ったく。気が立ってやがる。あんまり刺激すんなよ。父うるせえな。忠告はしっかり聞いとけ。そういうの何度も聞いてるし。
そうだ。なんでこんなに暑いんだよ。話聞く前に死ぬわ。落ち着け。なんだよ。お前は王家の人間じゃねえのか。王家の人間だよ。だったらなんだ。嫌ってほど自覚してるわ。自覚してねえとは思ってねえよ。だがな、さっきから何度も危ない目に遭ってる。俺も気が張ってんだよ。アミシティア家は言ってみりゃ王の盾だ。盾として王を守れ、ガキの頃から教え込まれてんだ。俺なりに消化して納得して誇りに思ってる。頭痛もあって集中できねえんだろう。忠告くらいちった聞いとけ。分かったよ。いきなり悪かったな。よ、あ、一人で進んでんじゃねえってのは忘れんなよ。グラディオ、おやさんには感謝してる。気使う。あ、電話鳴ってねえか。エグネス、大丈夫か。気をつけろ。帝国兵が見え。キルト、帝国兵を見たっぽい。はあ、あれそうだな。ようやく着いたぜ。わかってる。
聞いてやったぞ。わかんねえよ。俺は遊びに来てんじゃねえぞ。おいおい、マジか。
きてっか。おや、なんとかなったか。これでもう終わった。いや、君たちを助けられてよかった。俺たちをどうするつもりだ？別に、安全な場所に降ろすだけ。帝国の人、なんだよね。悲しいこと言うね。帝国の人間はみんな敵ってこと？いや。ノクト、レガリアはどうする？通りに戻る。すぐにな。最初あなたが敵じゃないのなら今ここで俺たちを解放してほしい。そう慌てない。この辺りは軍隊でいっぱいだ。すぐに捕まっちゃうよ。心配しなくてもすぐに降ろすって。俺さ、君たちの力になりたいんだ。見つかるといいね。封鎖について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は上院式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によるとすでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。
またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最初か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。大丈夫ねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。おお、来た来た。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ、成績を背負いしようよ。雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは。ルナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは受け負を終え、紅葉の指輪とともにスイートに。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。またして悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルはオートにあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を。天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナ・フレーナ様のもとにあるなら、ひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。 Okay guys, that will be all for today. Thank you very much for watching. If you liked it, please give thumbs up, comment, and if you want to stay up to date with the latest episodes and any other videos that we produce, please subscribe and hit the bell button. Have a good evening, day,
morning, wherever you are. Take care, and see you next time. Bye.